はい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 。1-0 ですか。しんどいっすね、マジで。まあ、やっぱりね、こういうゲームもあるんすよ。やっぱり戦っていくとね、シーズン長いから。うん。で、戸郷投手もね、非常に粘ってたと思うよ。調子良くなかったと思うのね。うん、制球も見てたけど。うん。やっぱり高橋投手ね、素晴らしいね。ちょっとね、本当に、はっきり言うけど、なんか連打連打で点取れる気がしなかったし、もう取れるんだったら、本当になんかこう、なんかの拍子でランナー得点圏まで行ってね、なんかその一本たまたまポテンヒットで出ましたみたいな感じだったら、点取れるかなというふうに思ったけど、やっぱそれもなかったよね。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたドラゴンズ対ジャイアンツの試合解説やっていこうかなっていうふうに思ってます。まあ非常に今冒頭でも言いましたように、まあ非常にいい投手戦というかね、まあその戸郷投手がね、まあ細川選手にホームラン打たれて1-0というところで今日負けてしまったんですけども、まあ別にジャイアンツを擁護するわけではないんですが、まあ非常にやっぱり高橋投手相手のね、出来がえぐいというところで、まあゼロで負けるのって、まあ完封負けだからね、なんかやっぱりこう、不甲斐ないというか、ちょっとしっかりしろよみたいなところはやっぱあると思うんですけど、もう今日に関しては、そのピッチャーがすごかったというかね、まあ仕方ないっていうので片付けたらダメなんだけど、まあ、4回、後で詳しく見ていきますけども、4回のあれかな、チャンス、ノーアウト2塁かな、そういったところから、やっぱり1点も取れなかったっていうのは、今日ね、それの範囲だと思うし、まあ結局、そこも打たせてくれなかったっていう、相手のピッチングが上回ったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ非常に、まあ悔しいゲームですけども、まあちょっと振り返っていきましょうか。はい。じゃあですね、今日の動画の構成としましては、まず、得点シーン振り返っていきましょう。で、二つ目が、スタメンのね、変更点などを確認していきます。ちょっとね、ジャイアンツも変更点あったんですけど、中日がね、めちゃくちゃ変更してるんで、ちょっと見ていきます。で、三つ目がですね、僕が気になったところであったりとか、ここどうなのっていうところを、できるだけね、わかりやすく面白く、配球チャートなんかも使いながらね、最後伝えていきたいと思います。この三本でやらさせてください。じゃあですね、まず、得点シーン振り返っていきます。はい、この辺あたりにですね、この辺あたりに画像を出して、得点版のね、画像を出して、まず見ていきたいと思います。まあ、今日のゲームはすごくシンプルでですね、まあ、1対0というところなんで、もうそれ以外は0になってるんですけども、まあ、その得点シーンで言うと2回裏ですよね。まあ、ノーアウトから先頭バッターの細川選手が、まあ、ソロホームランというところで1点。まあ、その1点で、負けてしまうというところなんですけど、まあ、戸郷投手ね、ピッチング見てても、やっぱり調子良くないですよね。まあ、初めの方の投球、序盤の方の投球って、まあ、やはりボール先行になることが多いなっていうところもあったし、結局このホームランも、ボール先行になって、ボールになって、そっからの勝負なんで、ツーボールからのね、立て直しっていうところだったんで、非常にその細川選手って、まあ一番、中日で言ったら警戒すべきバッターで、多分おそらく警戒してたがゆえのね、ボール先行になってしまったと思うんですが、やはり、せめてワンワンは取りたいよね。2球でワンワンは取って、っていうところだと思うんですけど、まあそこでボール、そんなことはね、戸郷投手もわかってるんですけど、まあ、非常にそこで最後の、まっすぐが、外構えのものがね、真ん中に入っていって、ホームランというところで、まあちょっと悔しい一発。まあ、戸郷投手もね、ちょっと今日サムネイルでちょっと煽ってしまいましたけど、まあその、一発病みたいな書いてしまいましたけども、結構一発が多いんですよね。ホームラン打たれるのが多くて、まあ実際その得点とか防御率とか見ていくと、まあなかなか点はね、取られてないっていうのがあるんだけど、取られてる時っていうのは、ホームランで取られてる時が多いよと。で、今日で11本目のホームランなんですね。非本塁打。ホームランを浴びた本数が11本なんですけど、これ一番多いんですよ。うん、今で言うとね。だから、まあその、まあ戸郷投手の、まあその、いい球もあるんだけども、ちょっとこう、シュート回転して、まあ真ん中に入っていくっていう球が、もしかしたら、
多くね、ホームラン打たれてるんじゃないかなっていうふうにも思います。でもね、こんだけね、今日もね、1失点のピッチングをしてるんで、その攻められないんでね、そんなんね、そういうところですね、今日は。で、やっぱ、高橋投手のピッチングもえぐいね。8回12奪三振って。もうえぐいって、ほんま。もう今日、まっすぐもえぐい。まっすぐえぐいし、カットボールか。カットボール、スプリットね。この3つの球種でね、こんだけ先発で抑えられるっていう。まあ、カーブもたまに投げてますけど、まあ、ほぼこの3球種でやってるっていうのがあるんで、非常に素晴らしいピッチャーやな、というふうに思います。じゃあですね、ちょっとね、スタメンの変更点などを見ていきたいと思います。この辺あたりにね、画像を出しながら、ちょっと見ていきましょうか。まずちょっとドラゴンズから見ていきましょうか。ドラゴンズめっちゃ変更点多いです。16日、ヤクルトとの試合やってたんですけど、めっちゃ変わってますね。その時から。まず1番、この間、センター岡林選手入ってたんですけど、今日はカリステ選手が1番に入ってますと。で、この間2番に、田中選手、セカンドで入ってたんですけど、今日は、6番にですね、セカンド板山選手入ってますと。で、この間3番に、レフトカリステ選手だったんですけど、今日は、その、レフトはですね、今日細川選手入ってますと。で、この間4番に、サード福永選手だったんですけども、その福永選手が今日は3番に入っております。で、細川選手先ほど言いましたけども、ライト守ってたんですけど、今日はレフトというところ。で、この間ね、6番に石川選手入ってたんですけど、今日は4番に中田翔選手ファーストに入ってますと。で、この間キャッチャー、7番ね、キャッチャーが木下選手だったんですけども、今日は8番キャッチャーに加藤選手が入ってて、で、ロドリゲスが、この間ショートでね、8番で出てたんですけど、今日は山本康さんがね、7番ショートで出てますと。で、この間は小笠原投手で、今日は高橋宏斗投手というところです。やっぱり非常に、まあその、ちょっとね、勝ててないというのがあるので、なかなかこう、試行錯誤してるなっていう感じはね、すごくスタメンを見てても思います。で、対するジャイアンツはですね、変わっているところといったら、この間ね、レフト、岡本選手守ってたんですけど、今日は岡本選手をファーストにして、で、キャッチャー大城さんにして、で、サードに坂本さんが入っているという形。で、まあ、ショートが、この間8番ショート、門脇選手だったんですけど、今日は、伊豆口選手が入っておりますと。で、ピッチャーこの間井上投手だったんですけども、今日は戸郷投手というところで、まあ、戸郷、高橋というところで、まあ、なかなか点は入らないだろうなって、そんな乱打戦になるような試合には間違いなくならない。ましてや、バンテリーでね、これまでの傾向なんかを考えると、多分おそらく試合時間が短くて、で、なかなかお互い点取れなくてっていう試合になるんだろうなというふうにね、思っておりました。はい、そんな感じですね。じゃあね、最後はね、僕が気になったところであってとか、どうなのって思ったところを、詳しくね、面白く見ていきたいと思います。はい、まずですね、どっから行きましょうか。一回裏行きましょうか。一回裏。はい。まず、ワンアウトから後藤選手ね、今日入ってるんですけど、2番に後藤選手入ってるんですが、その後藤選手にレフト前ヒット打たれるんですよね。戸郷投手ね。あ、すいません。で、ワンアウト中で福永選手をフォアボール出しちゃうと。ちょっとやばいですよね。一回裏ね、いきなり。ワンアウト一、二塁。ここで今日ね、4番に入ってる中田翔選手の、これ打席なんですけど、ちょっとね、これね、配球チャート見ていきたいと思います。まあ、2球ですぐ終わっちゃうんだけど、これね、この絶対絶命のピンチ、まあ初回ね、1回裏ですから、絶対先に点をやりたくないというところはあったと思うんです。で、そこを中田翔選手、まあ 5-4-3 のダブルプレーを取ってるというところで、これちょっと見ていきたいんですが、まあフォークボール空振りしたんですね、まず。うん。で、まあ戸郷投手と、まあその中田翔選手って、まあ元々同じチームでやってますから、どういうピッチャーかっていうのは分かってますよね。で、それでもう1球フォーク行ったんですね。で、アウトコースぐらいかな、低めぐらいに行ったんですよ。で、中田翔選手がちょっと中途半端なスイングというか、ちょっとこう当てたようなスイングというか、なんていうの、狙い球が外れたようなスイングをして、ボテボテのサードゴロになってそれをゲッツーっていうところで、ちょっとこれは、まあその中田翔選手の頭の整理ができてなかったというか、狙い球がしっかりこう定まってなかったのかなというふうに思いますし、まあジャイアンツからしたら、まあ戸郷投手からしたらめちゃくちゃラッキーというか、うん。
これ空振りとかでもね、ツーストライクなるんだけども、やっぱり怖いじゃないですか。うん、何が起こるか分かんないからね。でも、その、ポンって軽いスイングで当てられた、当ててくれたっていうのは、非常にね、中田翔選手足も速くないですし、そういったところで非常に、まあ、ジャイアンツからしたらラッキーというところだったと思います。はい、じゃあですね、次、見ていきましょうか。次、じゃあこれですね、2回裏ホームランのシーン見ていきたいんですけど、あ、ちょっとこれも配球チャート見ていきましょうか。配球チャートね、これ今日のまあ唯一の得点なんでね、見ていきます。ここでね、はい、まあ、先頭の方、細川選手、まあ、ホームラン打たれたんですが、まあ、これも先ほど言ったように、まあ、ボール先行になったよっていう話で、カーブ行ってボール、スライダー行ってボールで、ストレートでストライク取るも、あ、次ストレートでファール取るんですね。で、ここで 2-2 になるんですよ。で、戸郷投手からしたら、まあ、やっぱり、次の 2-2 からのボールで決めたいと。で、これフォークボールなんですけど、これ見切られるんですね。見切られるんですよ。これで3ボール2ストライクになるんですね。で、やっぱそこそこいいとこ行ったやつを見逃されてるから、バッテリーからしたら、もう一球フォーク行くのどうなのっていうところもあると思うんですよ。うん。で、フォアボールも出したくないしっていう戦闘なんでね。で、それでストレートの外構えというかね、外に構えてたボールが、真ん中高めぐらいかなに入って、それをホームラン打たれるっていうところで、やっぱりまあ先ほども言いましたように、初球のカーブ、2球目のスライダーでどっちか1球ストライク取ってたら多分ホームランにはなってなかったと思うんですよね。だけどもやはり、そのボールになって2ボールになって、で 2-2 からのフォークを見逃されてっていうところで、まあ先頭バッターで出したくないしっていうところもあって、そのストレート行ってね、うん、ホームラン打たれたっていうのがあるので、少しね、その、なんて言うんだろう、ボール先行というところを見直せれば、そのホームランは、防げるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、でですね、まあこれ、結構大きかったんが、これ、このホームランの後に板山選手にレフト前打たれて、で、山本選手空振り三振取って、で、ワンアウト1塁から加藤選手を 5-4-3 でね、ダブルプレー取ったんですよね。だから、この2回まででもう、ゲッツーを2個取ってるんですよ、中日から。それは、非常に今日、まあ良かった、戸郷投手がね、まあ悪いなりに、踏ん張れた、要因かなっていうふうに思います。で、じゃあ次どこ行きましょうか。じゃあ3回表行きましょうか。ちょっとこれは、別に気になったところとかではないんですけども、やはり、打たれた後のイニングって、打たれた後とか、まあ、例えば点が入った後とか、逆に点を取られた後とかの回って結構重要になってくるんですよね。で、この場合だったら、ドラゴンズに点を取られたんで、だからジャイアンツからしたら、すぐ取りに行きたいっていう回なんですね。この2回、じゃあ3回表っていうのはね。で、そこで、やっぱり高橋投手も、やっぱりこう点を取った後の回っていうのはやっぱ意識して投げるから、そこをね、伊豆口、戸郷、丸選手を三者三振取ってるんですね。だからこういうピッチングをされると、やっぱりジャイアンツからすると、なかなかこう波に乗っていけないというか、流れをこっちに持ってくることができないっていうところがあるので、ぜひね、こういう、点を取った後の回っていうのは、ジャイアンツのピッチャー陣もね、絶対抑えるぞっていう強い気持ちで、投げていってもらいたいなっていうふうに思います。はい、で、今日最大のチャンス見ていきましょうか。これ4回表、もうこのイニングなんですよね。はっきり言ってこう全部見たときに、このイニングで点を取れなかったら多分おそらく点を取れないだろうっていうところなんですけど、これ4回表ね、これ先頭の吉川選手がこれレフト前ヒットで出るんですよ。これ今日吉川選手ね、非常に状態良くて2安打してるんですよね。で、ノーアウト1塁でヘルナンデス選手が打席の時に、3球目にワイルドピッチになるんですよね。フォークで。ワイルドピッチになるんですよ。で、ノーアウト2塁行くんですよね。もうこれが今日の一番のチャンスなんですね。で、そこで、3球目、そのワイルドピッチになったボールってフォークボールなんですよ。スプリットなんですよね。で、多分ヘルナンデスからしても、やっぱり、その制球が荒れてというか、ワイルドピッチになってるんで、次はまっすぐが来るんちゃうかなっていう頭になるんですね。で、そこなんだけども、あえてその裏を取って、裏を行って、4球目、次の球、スプリットもう一丁行ったんですよ。で、それで空振り三振するんですね。ノーアウト二塁で。で、それでワンアウト二塁というところも、岡本選手もね、空振り三振するんですけど、これも、まあ、ピッチャーのその高橋投手も、やっぱりこう、踏ん張りどころって分かってるから、最後の球がなんと155キロなんですよね。155キロのアウトコースまっすぐ、アウトコース低めまっすぐなんですよ。これはちょっと打てって言われるのも難しい。正直。これは正直ね、言うと。これがまだ真ん中に来たとか、だったら、155キロでも、
ワンチャンあるかなっていうところあるんだけど、これ155キロのアウトローのまっすぐを着てるんで、ちょっとこれは岡本打てよっていうのはちょっとさすがにきつすぎるかなっていうふうに思います。で、ツーアウト二塁で大城さんがね、セカンドゴロで、結局これね、ワイルドピッチがあって、ノーアウト二塁っていうチャンスジャイアンツ作るんですけど、そこでね、0点なんですよね。もうここで、まあ、今日、全投球というか、全部のこの試合の流れ見たら、ここが一番チャンスだったし、ここで点を取れなかったから、まあ、今日負けたっていうところですよね。でですね、じゃあちょっと見ていきたいんですけど、次ね、この5回裏っていうのも、ジャイアンツの戸郷投手が非常に踏ん張ったっていうところなんですけど、先頭の山本選手ね、これ、ね、センター前ヒット打つんですよ。で、ノーアウト1塁から加藤選手バント決めると。で、ワンアウト2塁から高橋選手が空振り三振するんですけど、これ2アウト2塁での仮捨て、ここの配球はちょっと非常に興味深いんで、一緒に見ていきましょう。これね、ちょっと見ていきたいんですけど、まあ、これね、結局、結果で言うと、セカンドフライ打ち取るんですよ。で、これね、非常にうまい配球だったんで、ちょっと言わさせてください。まずストレートで、インサイドボール行くんですね。うん。まあそれはなんでかっていうと、まあその、次の、まあ後藤選手もまあそうだけども、やはりまあ一塁が空いてるっていうのがあるんで、まあ結構バッテリーからしたら余裕を持って、リードできるんですね。で、1球目ね、ストレートの内でボールになると。で、2球目フォークボールでボールになると。で、ここで2ボールになるんですよ。で、そっからフォークボール行って空振り。うん、これもちょっとボール気味のボールなんですよね。だからボール球のボールなんだけど、2ボールからカリス選手は打ちに来てて、打ち気に流行って、スイングして空振りするんですよ。で、これで2ボール1サイドでしょ。で、もう1球フォーク行くんですね。で、これもボール球なんですよ。これもボール球をカリス選手振ってくれたんですよ。で、これで2-2になるんですね。で、こんだけ、ボール球振ってくれたら、もう1球振ってくれるかなっていうところで、もう1球フォーク行ったんですね。そしたら、見極めたんですよ。3球目はさすがに見極めたんですよね。っていうことはどういうことかっていうと、カリステ選手の中で2球、ボール球のフォークボールを空振りしたから、あ、フォーク、ボール球を俺振ってしまってるっていうところで、ちょっと見極めないといけないっていう頭になるんですね。だから逆にそれを、そういう風な頭になるとどういうことかっていうと、逆にまっすぐ行かれると、バッターからしたら反応が遅れるんですよ。で、ここで、フォーク見切られた。じゃあ、インサイドのまっすぐだというところで、一番バッターから近いボールで、速いボールっていうのはインサイドのボールですから、インサイドにしっかり投げ切って、フォークボールの頭があるんで、カリス選手は。で、それでぐしゃって詰まって、セカンドフライなんですよね。これは、大城さんね、すごくいい配球だったな、っていうふうに思います。ナイスピッチングだったと思います。ここの回ね。はい。で、じゃあ次、どこ行きましょうか。ね、もう正直ね、あんまりこう、見どころがここからはないんですけど、じゃあ7回表見てみましょうか。実際ね、この7回表って、ヘルナンデス、岡本、大城っていうね、一番、まあ、ジャイアンツで言うと、一番いい打者がね、揃ってる3番、4番、5番の打順が回ってきたんですよ、7回表ね。で、7回表って、まあ、ピッチャーね、初回からずっと投げてたら、大体もう球数100球近くなってきてて、しんどい回なんですよね。一番しんどい回ぐらいなんですよ。うん。打順も30名、40名の、ところなんで、非常にしんどい回なんですけど、ここで、三者三振なんですよね。もうここの時点で僕正直、ああ、今日負けたなっていうふうに思ったんですよね。正直言うと。うん。で、この、岡本選手も空振り三振したんですけど、この回で7回もってね。これ、1球ナックルカーブ来たんですよ。2球目かなんかにナックルカーブ来て、それをうまいことパーンって打って、ほんまにポールがあったらギリギリのところでファール行ったんですよ。で、もう、これで、ホームラン打てないんだったら、まあ、多分打てないだろうなって。で、バッテリーも、そういうカーブというね、あまり投げないボールで、そういう当たりをされたら、もうそんな、次絶対そんな球投げてこないから。で、それで、まっすぐ行ってスプリットかな。で、最後、三振するんですけど、やはりね、もうこの回、まあ、4回もそうでしたけども、もうこのヘルナンデス、岡本、大城っていうところが、まあ、ジャイアンツで言ったら今、一番中軸というかね、まあ、打ってくれてるところですけども、そこが、もう今日高橋投手にもう、バチバチにやられちゃってるんで、もう、まあ、それは他の下位打線とか、なかなか点入らないようなっていう、まあ、坂本さんとかも、今日ヒット打ってましたし、非常に、あれなんですけど、その連打が出ないから、連打が出る気配がないから、うん。そういったところで、もうほんまに不意の一発ぐらいしか、得点できる、今日のね、高橋投手から得点できる仕方っていうのはあんまりないかなっていうふうに思うので、まあ、強いて言うなら、この4回表の、先ほどのね、ノーアウト2塁というところで、点が入らなかった。ヘルナンデス、岡本、大城で、点が取れなかったっていうところが、範囲かなっていうふうに思いました。うん、まあそうですよね。
で、まあ、今日ね、まあ、気になったところはもうこれ以上なんですけど、まあ、今日 1-0 なんでね。今日、伊豆口選手との高橋投手に対して、まあ、あの、センターへの、センターフライもそうかな？センターフライもそうだし、この、ヒットも打ってるんですよ、最後の。8回までに、ライト前ヒットも打ってるんですけど、その、高橋投手っていう非常にいいピッチャー、力強いピッチャーを、から、しっかり自分のスイングが今日結構できてるなっていうふうに思ったんで、まあ、途中でね、最後ヒット打って、ライト前ヒット打って、ダイソー門脇選手になってっていうのがありましたけども、今日の打撃内容というのは非常に良かったんちゃうかなというふうに思うし、こういうね、非常に素晴らしいピッチャーに対して、そういう自分のスイングをかけていけるというかね、していけるっていうのは、必ずね、いい結果につながりやすくなると思いますし、これからもね、高橋投手じゃなくて、それ以外の投手に対しても、そういうスイングをかけていければ、非常に面白い、成績がね、出していけるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。で、最後、マルティネスで、締められてというところで、まあ、実質もう8イニングでやってるようなもんなんで、だから、8イニングでやってるようなもんで、この高橋投手にこんなピッチングをされたら、まあ、そら勝てへんやなっていう、そらなかなか打てへんやなっていうようなところあるんで、まあ、何度も言うようですけども、やっぱり4回表のノーアウト2塁からのヘルナンデス、岡本、大城で、得点が奪えなかったっていうのが今日の範囲だと思うし、まあ、範囲といっても、まあ、1点しか取られてないんで、戸郷投手は非常に酷だなっていうふうに思うんですけども、そういったところで、まあ、こういうゲームもあるかなと思って、しっかり、切り替えていきたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、その、ジャイアンツ、まあ、1対0というところで負けてしまいましたと。で、ジャイアンツも今年結構完封負けをすることが多くて、まあ、その、まあ、同じ負けは負けなんだけども、なんかその0点で負けるっていうのは後味悪かったりとか結構するんで、まあそれ仕方ない。今日のところはちょっと仕方ないかなっていうところは僕は正直感じたんですけど、まあ実際ね、そのやられた後っていうのをどういう風にやっていくかっていうのが大事だと思うし、やっぱり次高橋投手に当たった時に、この間完封できたしっていう風に、思ってね、来られる感じと、ああ、やっぱり、勝ったけど、この間最後なんかこう食らいついてきたなっていう風に、ジャイアンツ打線。っていう風に思われるのでは、やっぱり次のピッチングも変わってくるかなっていう風に思うので、そういったところを含めてシーズン長いんで、そういったところも含めて、やっぱりこう、なんか一矢報いるというか、最後ね、粘ってもらいたいなっていうところは正直、僕の中ではありますと。はい、そんな感じでね、悔しいですけども、明日も応援していきたいと思います。はい、そんな感じで今日はおときます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はおときます。じゃあね、バイバイ。